こんにちは、速稼塾の久保です。人によっては15年その道で戦ってきたんだけども、あんまり15年前と変わってないよねって方いらっしゃるかもしれませんけども、あえて言いますけども、これはね、15年前に例えばネットビジネスを知って、で毎日やったわけではないんですよね。やらない期間もあって、やる期間もあって、結局凝縮してみると内容的には1ヶ月とか2ヶ月分ぐらいでしかないのかなと思います。私が言うね、3年間で1億円っていうのは、この3年間は365日24時間全部ですからね。1秒たりとも漏れなくです。そういうふうに集中して突破することによって、誰もが追いつけないようなね、結果を出せると思うんですよ。私そのぐらいやって、たった1億かっていうふうな気持ちもありますよ。ここまでやって、本当だったらね、10億、20億くらいの失礼、パフォーマンス出せてもよかったのに、私のダサい力量だから、1億にとどまったかなと。もっとセンスのいい方とか、いわゆる普通の方だったらね、それ3億とか5億いってなきゃおかしいですよね。あれだけやってて24時間お客様に命を注いで、その結果3年で1億3800万って言ったら安いなって感じますよね。でもそれが私の力量だとしたら、私自身が安かったということなんだと思います。でも安いにしても、人生を買い取るには十分だったと思いますよ。私はね、繰り返しますけど、麻雀っての親父ですよ、ね、今は全くやってませんけども、365日24時間麻雀しかやってこなかった30代の人間が40歳になって、パソコンなんて知らないですよ。パソコンなんて知らないのに、ネットビジネスってものを知って、検索ってのがあるのかみたいなレベルからね、ネットビジネス儲かるみたいな感じでやると、ネオヒルズみたいなのが出てくるわけですよ。でそれをポーッと見てたら、決済ボタンを押してしまったと。決済ボタンを押したら、また決済ボタンが来るから、また押してしまったと。このボタンを押したら何かが変わるかもしれないって押しまくったわけですよ。その結果何も変わらなかったですよ。何も変わらないですよ、押しただけではね。押しただけでは何も変わらないけども、そこに込められていた有料のコンテンツを見ると、なんかね、思って、自分が思考しないととりあえず何も第一歩始まらないと。自分には無理と思ったら、その無理が現実化するということは分かりました。ですので、自分には無理と思うんじゃなくて、自分でもできると。そして麻雀店の親父から大富豪になったら、これはこれですごいんじゃないかなと思ったんで、逆にね、自分の不利な状況が有利にすら思えましたよね。吉谷さん、金がないやつが YouTube に出るとアクセスを集めたり、なんか頭剥げ上がってかっこ悪いのにそれを出していくと人気が集まったりとかね、かと思ったら大金持ちのブランディングしたら人が集まってきたりとか、ものすごくイケメンが出ても人が集まったりとかして、視聴者は一体何を求めてるんだと。どっちでもええんかいみたいな感じです。はっきり言ってどっちでもいいんですよ。なぜなら視聴者は無数にいるからです。無限にいるからです。だからどんなニーズもバズるんですよ。だからもうやんないと損なんですよ。見ているだけだと儲かりません。クリックするだけでは儲かりません。クリックさせる方に行かないと儲からないんですよね。そう考えた時、15年間やってきましたっていう方にあえて言わせてもらいます、厳しいことをね。集客に15年間かけたんでしょうか、それとも商品作りに15年間かけたんでしょうかね。どうなんでしょうかね。セールストークに15年間かけたんでしょうか。はっきり言って15年かかって、それでも芽が出なかったとしたら、もうね、二度と踏み入れるべきではないと思います。いや、もっと言ってね、3年とか5年で芽が出なかったら、もうね、自分にはその才覚がないと思ったらいいですよ。東大受験も三浪までね、そういった形です。3年やっても5年やっても結果が出なかったら、自分の努力に世の中の流れが吸い寄ってくれてないわけですよ。だから他の道を探した方がいいです。もしかしたらコンビニでバイトマネージャーになるかもしれないですよ。でもしかしたら飲食店でものすごい実績を上げるかもしれないですし、もしかしたらぼーっとして何もしなければ、親戚がね、莫大な遺産を残してお亡くなりになるかもしれないですよ。だからそっちの方がなんか確率が高いんじゃないですか。一生懸命それこそ心血を注いで命を削ってやったんだとしたら、その15年で儲からないわけがないし、儲からないとしたら絶対もう二度とやっちゃダメだっていう結論ですね。そういうものですよ、15年の重みっていうのは。はっきり言ってね、ちょっとまた盛り上がってきたんで言いますけども、15年やってて結果出ませんでヘラヘラ言ってる場合じゃないんですよ。やべえと、15年やってダメなのかと。自分にはもうね、この業界向いてませんでした。さようなら、もう一切 YouTube 見ません。皆さんの顔も見かけることがないでしょ。メール一本送りません。ですんで、メールマガジン、ライアウト、感受してくださいと。そのぐらい縁を切る勢いでいかないと。15年でしょ？いや、15年で結果が出ないってヘラヘラしてるから できないんですよ。金を稼ぐなんて、それこそ死に物狂いで、
あの喉をかきむしるような思いでね、つかみに行かないと、金っていうのは。じゃなかったら、例えばね、お隣さんのところに行ってみてくださいよ。そこでどうやってもいいから100円もらってきてくださいって言って、行きます？私は行きますよ。これからお隣さんのところに行って、すいませんけども100円もらえませんか、いやいや1万円もらえませんかって言って、私は1万円もらってくる自信はあります。10万円ぐらいだってあります、自信はね。でそれはそれだけの付き合いをしてるからだし、私が地域にそういう人間だと思われるような生き方をしてるからなんですよ。信頼があるからなんですよ。それは自信を持って言います。だからビジネスやってるんですよ。だからお隣さんでなくてもインターネットを通じて30万の商品をね、バカ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 売るわけですよ。ね、私の速稼塾の売り込みっていうのは、私から問いかけることはないんですよ。あの視聴者さんからメールで速稼塾の詳細を教えてくださいって来るんですよ。ですから詳細をコピーペーストして、もうあれですよ、テンプレートで送るんですよ。その後入金があるかないかだけです、これだけです。でもその代わり無料の動画を量産してるでしょ。再生数を枯らすことなくチャンネル登録もどんどんどん増えてるわけですよ。これチャンネル登録が減り出したら、またね、数字が走るような動画作りますよ。人の欲望をかきむしるようなね。その15年をやってきましたかってことですよね。15年前に始めて、やったりやんなかったり、気が乗ったり気が向かなかったり、他の収入源に依存したりとかして、そんな15年っていうのは、はっきり言ってね、経験時間でも何でもなくって、経過時間でしかないですよ。そんなのただ過ぎただけですよ。列車だってね、乗らなければただ過ぎただけになっちゃうんですよ。こうやって見てるだけ、踏切で電車がどん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 行きます。どこにもたどり着かないですよ。あなたはプラットフォームに行って、駅に行ってね、電車のチケットを買って、入塾費用ですよ、電車に乗って、そしてその、ね、電車に乗りながらね、降りずに15年間行けば、それは途方もないところ行きますよ。なんか途中下車しまくってるんじゃないですか。あっちがいいかな、こっちがいいかな、ちょっと今ネットビジネスはできない状況なんだとかね、こんな感じで15年笑ってる場合じゃないですよ。そんなの、そんなこと恥ずかしくて人に言えないぐらいの、なんかね、15年だと思わないと、これはね、だから、もう儲けてくださいよ、これは本当に。なんかどういうんだこれは、うん、私はね、本当なんかこう呆れたり怒ってるわけじゃないですよ。俺が何とかしてやれなかったのかみたいな気持ちですよ、今は。その15年、本当に15年を心血注いでやってきたんだったら、もうね、億万長者どころの騒ぎじゃないってこう言ってますよ、もう。じゃないと、何のために15年かけてきたんですか。自分の貴重な人生の15年、何分の1かを捧げてるわけでしょ。それこそその15年をネットビジネスに支えてるんだ、注いでるんだとしたらね、ネットビジネスを優先するがあまり、大切な人とも別れたはずです。大切な仕事も手放したはずです。ね。そのぐらいをして、私のことを申し上げて申し訳ないですけども、私はネットビジネスに集中しすぎて、自分の経営した店がなくなったわけですよ。社員とも別れたわけですよ。ね、10人以上いた社員とも。で、そのぐらいじゃないと、自分の人生は買い取れないと思いました。釣り合いが取れないですよ。今までやってたこともそこそこ守りながら、ネットビジネスで巨万の富も得たいわけでしょ。そんな、それほどのもんですかってことなんですよ、自分の人生は。私に、まあこれはね、言えてることなんですけども。私は全てを失わなければ、ネットビジネスの、その門を叩くことはない、釣り合いが取れないぐらいのもので来ましたんで、何を失ってもネットビジネスはやり続けるっていう優先順位の一番上を置きましたよね。2番目以下はないぐらいです。優先順位1番、ネットビジネス、2番以下はなし。このぐらいですよ。だから、お客さんにどう思われても、従業員に何と思われても、ずっとセルフワークをしたり、速稼塾のセミナーやってましたね。どう思われても関係ないと。俺が一人だけでもう金持ちになるんだと。ひがんでるやつは置いてく、みたいな感じですよね。で結局そうなりましたってことなんですよ。はい、ちょっとすいません、熱くなりましたけどもね、特にバカにしたりとかする意図はありませんので、そこはご理解いただけますようによろしくお願いします。まあ、タイトルは15年ということでね、お送りしております。